パリーグ日本ハム5の4楽天。2024年7月16日エスコン F。日本ハムは16日、エスコン F で楽天と対戦。延長戦の末、途中出場のタミヤ有料保守、24、の一打でサヨナラ勝ちし、勝率を5割に戻した。写真、ビ、楽、10回、サヨナラ打を放ったタミヤを出迎える新庄監督。 撮影、高橋茂雄。4対4の延長10回、先頭打者の奈良間が一塁へ執念のヘッドスライディングで内野安打。7回からダイソーで出場していたタミヤが2し2塁から、前進していた相手中堅の頭上を超える二塁打を放って勝負を決めた。中盤までは重たい展開だった。 今季ここまで6勝を挙げている山崎が先発登板も6回途中3失点で降板。打線も6回まで無得点と苦しんだ。しかし、7回1死12塁から軍事の敵地打で1点を返し、なおも2し12塁。楽天はここで4番手左腕ターリーがマウンドへ。4番レースがターリーから8号となる逆転スリーランを放った。 新城監督もベンチから飛び出して大喜びし、ナインとハイタッチ。レースとも抱擁して称えた。だが、3番手、杉浦が踏ん張れず、逆転直後の8回、同点に追いつかれた。9回には松本剛が攻守を見せるなど追加点を阻止すると、直後の攻撃でタミヤがサゼンダで出塁。さらに自打者、万波の打席で盗塁を試みた。 一度はアウトと判定されたが、リクエストで判定が覆ってセーフとなり、虫二類とチャンスを広げた。ひダと申告敬遠で一死満塁としたが無得点。それでも集中力を切らさず、10回の劇的勝利につなげた。タミヤは今季、規定打席未満も打率、318。救援にはファン投票、選手間投票療法で選出されている。 下向き黒三角タミヤ良冠がヘッドスライディングを見せてくれたので、回ってきたら返したいと思って打席に立った。打った感じは良かったので抜けてくれと思いながら走っていた。僕の強みは打って守って走ること、しっかりできて良かった。